ボイスチャンネル。校長こと山田典子です。校長というのは何も仕切ってるわけではないのですが、成宮さんがつけてくださったニックネームです。西尾ちゃんこと西尾直美です。私はマンダラおもちゃ箱というブログで声のこと、そしてアートのことを発信しています。オリジナルのマンダラ描いたり、糸アーティストとしても最近は活動しています。校長と西尾ちゃんと一緒の一期生のコーチンです。現在は、声に関わるセラピー、ボイスセラピーをしています。今日は私たちがレッスンでしていただいた脱力ということをテーマにしてお話ししたいと思います。私は本当に多分参加者の1期生の中で一番体が脱力してなかったと思うんですね。で、背中にこう50センチの物差しのギュッとデータが入ったような感じぐらいにちょっと緩んでいなかったので、まずこうなんていうんですかね、こうウォーターベッドにこう寝た時にこうグッて沈むような、ああいう感覚が体で分かるように、その物理的にこう体を一つ一つ動かしながら力を抜くのと、あとはイメージを使って本当にこう沈んでいくイメージをしながら、背中がこう緩んでちゃんとこの床面にまっすぐつくような感じになるようにイメージと両方でやってましたね。それは、床に寝た状態でやったんですね。寝た状態なんですね。私床に寝た時にそのヨガでいうこうくつろぎのポーズでくつろげないぐらい体が緊張、いつも緊張してて、いつもこう手が一枚は入るような感じで、もうずっとこう背中が反ってる状態なんですね。だからまっすぐ寝ると背中が緊張するので、膝を曲げとかないと背中がつかないぐらい、そういう感じだったので、多分その私に合った感じで成宮先生が脱力のやり方をしてくれたんだなと。つまりこう反り腰の状態で固まってたってことですね、きっと。そうなんです。それが良い姿勢だと勘違いしたんで、いつもこうピッと反ったのが良い姿勢と思ってたところ。腰にかなり負担きちゃいますよね。そうそう、だからね、小学校の時からなんかね、ぎっくり腰とかなってましたね。つらそう。つらそうじゃなくて、つらいし、かなり笑けるし、笑けるし。だいぶね、ちゃんとこう上を向いて寝れるようになりましたね。前はもう横向かないと寝れなかった、腰痛の人みたいな感じ。コーチンさんはどんな脱力の感じだったんですか？私はレッスン始めた時に深呼吸ができないっていう、もう最大のこれ悩みだったんですね。で、息が肺から下に入っていかないって思い込んでいた。そこを勘違いですよっていうところから脱力いろいろやって指導していただいたんですよ。で、私も寝っ転がってやったりとか、もちろんしていたんですけど、体のその緊張っていうのはなかなか1回2回の誘導では取り切れるものではなくて、ずいぶん毎日練習はしました。で、一番おかしかったのが、椅子に座って足を肩幅以上に開いて、その中に、上半身を落とし込むんですけれども、落とし込んだ時に成宮先生が、はい、今息はどうなってますかって言われた時に、吐いてますって言ったんですよ。で、普通の状態だと落とし込んだ時って無意識にで吸ってるはずなんですね、本来は。それが頭でとか理屈で考えちゃって、あとは緊張がもう過度の緊張だったので、上半身を落とし込んだ時に吐いてます、何度やっても吐いてますって言った時に、成宮先生も、
コーチンさん体がおかしなことになってますねって言われてそう、そう、そのおかしなことになっているってやっぱりそうやって直ダイレクトに言われたことで、あ、うんうん、ちょっとなんとかしなくちゃって思い始めて、本当に真剣に脱力やり始めましたね。なのでそのおかしなことになってると言われたポーズは今も朝、起きてベッドから、起き上がるときベッドから足だけ下ろしてその姿勢をやって、でゆっくりゆっくり復活したロボットのようにやってますね。へー、はい、なるほど、はい、私の場合は2回目のレッスンの時が脱力だったんですよ。で、ちょっとやっぱり整体師だから隠れてるかなとか思いながら、あ、私は2回目だったんだと思ってました、で、私もその、部分的にこう脱力していくっていうので関節を、足の関節だったんですけど手で包み込んで、まず手で足の骨を感じる、その後、足で手を感じる。私の場合はその手のあったかさとか冷たさとかそういうのを感じたりしてたわけですけど、それをやるとそこの関節が緩むんですね。これは面白かったですね。関節が緩むってすごいですね、だからこうやっぱり緊張してるんでしょうね、普段使ってる、使った後っていうのは、それで関節を緩めて、でこう左右感じてみてくださいって言われると緩み方が違うんですよね。だからこっち側の方が緊張してたんだ、だからその同じ秒数やっても取れないぐらい緊張してる側があるんですよね。今ちょっと思い出したんですけど、昔瞑想の教室に行ったことがあって、その時に体の中を感じてくださいって言われた時にそれが分かんなかったんですよ。でそれを習得するのに1年ぐらいかかったんですね。だからもう昔はもっともっとこう自分を感じなくしてたっていうのを思い出しました。体の中を感じてくださいって言ったんですか？体の中を、こう体の中にエレベーターがあるつもりで、でまずこう頭のとこから乗ります、でそれがだんだん下がっていきます、今どこにありますかみたいな、そういうことを言われるんですよ。だけどそんなのエレベーターなんて体の中にないしみたいな、かなり重症だったんだなっていうのは。校長がやったやつって私やんなかったですね、その手で足を感じてかっていうやつもやらなかったから。そうなんですね、私もやらなかったです。完全にオーダーメイドですね。なんか、脱力みんな一緒のやつやってるかと思ってました。そうですよね、で脱力っていう名前がついてるから同じメニューだと思うじゃないですか。そうレッスン終わってこの今の時期にわーってまだ驚いています、私は。そうですね、そこまでオーダーメイドのレッスンだったんだと。自分一人の時でもかなりこう自分に合わせてくださってるなっていうのは感じてたんですけども、そこまで違ったのっていう。そうですよね、美容院に行った時にですね、私、シャンプー台もいつも緊張してて絶対その頭とつけていいですよって言っても絶対自分で自力で力を入れてこう倒してたんですね。それが、背中がまず脱力してつけれたっていうのと、それから首が人に首を預けれるようになったっていうのがすごく 大きな変化だなと思って、これが結局その、背中が緩むと、私はランニングもしてたんですけど、その肺のにこう空気が入ってそれが背中に巡るのが分かるようになるんですね。だんだんこう体の感覚がこう研ぎ澄まされていくと、それがその私声診断で呼気が浅いって言われてたのが、そういうことを繰り返すことによって呼吸に意識がいって体でも感じるようになって、多分だんだん深い呼吸が少しずつこうお腹の下の方に
くような呼吸ができてきたのかなって、やっぱり脱力がキーポイントだったなと私は思ってますね。違いをね、今までと違う、今までとの違いを感じるときって、うん、何とも言えない快感じゃないですか。そうなんですよ。で、嬉しいからちょっとこう飛び抜けてる感じっていうか、私はそのリラックスというか脱力をして、正しい姿勢っていうものが多分目的だったので、あの腰周りに重心が置けるようなその脱力の仕方っていうのをできた時に、歩き方がまず変わりましたね。よく歩くときは腰から歩きなさいっていうのは前からいろんなシーンで聞いてはいたんですけど、よく分かってなかったんですよ。それが腰に重心があると、もう背中もスッとこう反り腰ではなくスッとこう伸びるし、それこそガラスに映った歩いてる自分の姿が結構かっこよかったです。そう、だから正しい姿勢、あとリラックスする、脱力する、重心が正しい位置にあるっていうことはもちろん声には不可欠なものなんですけど、普段の生活の中でもいろんな形でもうキーポイントっていうか一番重要なんだなっていうのは感じましたね。コーチンさんは腰とかは大丈夫だったんですか？腰、私もね、意外と反り腰なんですよ。姿勢はいいって言われるんですけど、で、腰はそうでもなかったですけど、要は体の重心がいつも肩に来てたんですね。なので肩が緊張してこうキュッとこう上がってる感じ、寒い時にこう首をすくめる感じ、ああいう状態で毎日過ごして声を出してるので、もちろん呼吸も浅いですし、深呼吸もちろんできないですし、声が硬い状態だって言われて、そこからその重心を肩から腰に持っていくっていうので、随分本当根気よくやりましたね、割と脱力の練習は。なるみやさんが腰に重りがついていて、そこからこう砂が落ちていくような感じって、それは言われました？言われました。それは言われました。それは一緒。はい、なんかあれはすごく腰にイメージを持っていきやすいんですよね。行きやすいです。おそらくこれから2期生の方とかも、あいうえおの母音の練習がもうちょっとしたらスタートされると思うんですけど、私は母音のあの練習の時に初めてどのイメージと声を出した時のマッチングがありましたね。それまでなんとなくこんな感じかなみたいなイメージだったんですけど、そこもね、合致した時の快感は私快感を求めてるのかもしれないけど何とも言えなかったですね。あとは基準になりますね。今ちゃんと重心が腰にあるとか、土のうがザーッと流れてる感覚が出てるってことは、正しく使えてるとか声が出てるとか、そういう基準ができたと思ってますね、自分では。私が印象に残っているのは、今の体の感覚を自分の言葉で表してくださいって言われたんですよね。で、自分の言葉で言うとそれが自分の身につくっていうか定着するっていう話があって、だから多分お腹にたくさん息を入れるっていうのをやった時に、他の1期生のメンバーはこう体の中のこうシリンダーがどんどん伸びていく感じって言ってたんですよ。で、私の場合はどうですかって言われて、
タヌキのお腹になっていく感じがしますとかって言われて、ナルミヤさんにキャッと笑われたんですけど、でもその自分の言葉で表しておいてそれを覚えておくっていうのはすごく感覚を保持するのが良かったと思いますね。そういうのはなんか西尾ちゃんがめちゃ得意そうな感じも。ああ逆にね、私感覚的すぎてなんか今細胞がプチプチしますとかなんかそういう感じで酸素がなんかね、私はなんか巡ってくるとそこがこうサイダーが弾けるみたいにプチプチってするんですよ。なので今この辺がプチプチしてます、あの辺がプチプチしてますっていう感じで、結構なんか一番訳が分からなかったかもしれません逆にいやでも結構これそれはピンポイントでこう体のを感じてるんじゃないですかね。ね、そうですね、体感的感覚的なので、こう思考であらあの論理的に話すとちょっと無理ですね私、うん、逆に。なるほど。だからそれぞれ自分のこう得意な感じでこうしっくりくるのをやっていけばいいのかなって思いますね。あとちゃん、あとちゃん、今回のテーマ脱力について2期生の方に何か一言お願いいたします。リラックスするっていうのは結構簡単なようで、自分の癖がついてるっていうのを思い知らされる機会でもあると思います。結構いいチャンスだと思っています。この機会に正しい姿勢、正しい体の重心っていうのを身につけて、一気に全部やろうとしないで、楽しく一つでもいいので毎日続けられる、根気よく続けられるものを見つけていただけたらなと思っています。そうですね、私のようにずっと緊張が子供の頃からしてきた人っていうのはもう多分寝る時もギュッて力が入ったまま体が記憶しちゃってずっとそのまんま来て、脱力すること自体がどうやったら脱力できるんだろうってもう分かんないぐらいになってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。まずは自分の体を大事に愛しく思って、で一つ一つこう大丈夫っていう感じでこう解きほぐしてあげていくような感じで、毎日少しずつ体と対話をしながら、呼吸と対話をしながら緩みを感じてあげてください。続けることによって必ず体が頭じゃなくって覚えていきますので、そしたらあとはもう自動操縦になります。なのでまずは1ヶ月は頑張って続けてみてください。なかなか私も難しいですけど頑張っています私はそのイメージするとかそういうのがすごく興味深くできましたね。これは本当に基礎の基礎だと思うので、しっかりやっていただくと後々のレッスンの効果がもっと出ると思います。で、脱力ができるとやっぱり気持ちのいいものなので、気持ちのいい眠りとかそういうものが手に入ると思いますね。はい、コツコツやってみてください。アトラクティブボイスチャンネル、アトちゃん。